さあやっていこうか。アーリードゥー実家編ということでね、中潜っていきましょうか。サックサックと進んでいこうと思うんですけれども、今回はどこまで進めるんだろうね。いまいちね、あの地下のね、区切るポイントっていうか、ターニングポイント、ターニングポイントっていいのかな、わかんないけど、それ、まあ、とりあえずぬめぬめっとしてね、いやもう最悪、あれあれ、ここなんか最悪、あークソみたいな、そうそうそう、ほんとクソみたいなね。まあまあね、あのスカなんて言葉もあったりするからね。これでアイテムサクサクっと取っておいても大丈夫なのかな。まあとりあえず進めるだけ進んでいきましょうかね。でここでね、またやつらが出てくるからな。ほんとレオン編ではいないのが、なんかちょっとエロくない、腰のうねり方が。なんか表編の時に気づかなかったけど、なんかうねうねうね、ほら普通に歩くよりもなんか水の中でさ、あ、水の中であれか、こう前にちょっとでも進めるようにって、あのあれか、腰をあの左右じゃなくて、あの前後に振ってるから、あんなが生めかしい感じなのか。いいじゃない、いいじゃない。じゃ登っていって、登っていって、そう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 、はい、登れ登れ登れ、で進め進め進めと思ったけど、ちょっと待ってね、ちょっとここいるんだよな、いるんだよな。あ、もろ目の前にいたわ、バレたわ。どうしよっかなこれ。でもな、ここアイテムをね、右側にあるアイテムさえプブッと取ってしまえば、ああそれな、ちょっと地味にクリアね。クリア実は169センチあるはずなんだけど、まあ兄貴184センチででっかいからね、なんだけど、これはもう今で、ああそっちにもいるのか、ちょっと待って、え、ちょっとちょ、あ、今、あ、多分終わった、うん、多分終わった、これと、あ、ですよねー、ちょっと待って、プレゼント、ちょ、引っかかってる引っかかってる、あ、ちょっと待って、くぅー、わっきー、寝てろ、マジかよ、もうちょっとショックだわ今のは。ないわ、はあ、よく見たらクレアの目めっちゃ可愛い。どういうこと、よくよく見たらあれだね、あの結構むっちりしてると思ったら、膝と膝から上のなんか太ももが全然太ももになってないな、薄いな随分と。ねえシェリー、まあそんな話はどうでもよかっぺ、よかっぺってあれだね、茨城弁だね、まあ、あのおかんがね茨城の人間なんで、よかっぺ号っていうのがねあったんですよ昔、うん、シェリー今話してる時間はないの、よしコーヒー、種付けされてしまったからね、それはそうなの。あのままほっといたらやっぱシェリーもああなってくるのかな、まあ、ワクチンで分解されたとはいえやっぱり、うん、いろいろと、まあ、数奇な人生を送るものになるよね人間だ、やっぱね。よしで、違う違う違う、こっちになんかアイテムとか落ちてる、あ、これだ、そうだ、拾っとかないと。レバー、ああ、大型拳銃取るの忘れてた。こっちこっち。意外と弾が少ないんだよな。やっぱ、まあ、一発一発の威力は多分普通のハンドガンよりも重い感じがするんだろうけど、あいつはでもなんか消え去る存在だから、なんか今は別に戦わなくてもいいんじゃないか。どうする、やっとく、やっちゃう、まあいいか、慎重に慎重にバレないようにっていう感じでやってったらえんちゃうかい。まあ戻らない、戻らない、何でも戻るって言葉をチョイスした。へいへい、まあ進んでいって、ここでカチャコンと、でこっちは特に、ああ、このでもレアあんたんだ、用事って何の用事なんだろうね。あそこで別にね、エイダが寝てるわけでもないしね。よし、じゃあ、あ、そっか。ああ、まあ、いいか、取りに行くか。ここで下手に近づいて、起きないかだけちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、でもあからさまだもんね。もうどう考えても酔っ払いだもんね。もう酔いつぶれたわ、みたいな。これで、あ、SLL スパーツか。そうか、これだった。し、慎重に。起きちゃったんだよ。起きちゃったんだ。起きちゃった。おい。おい。
本当の酔っ払いだった、うん、返事がない酔っ払いのようだ。こっち側な、こっちでアイテム取り、ああいるね。とりあえず、まあ、大型拳銃の方か。ああお前から来るのか、こっちにいたのか。オッケー、はい、おやすみ。ジャイアンアンドグレンもいる。オッケー、起きて、おはよう。あ、ちょ、落ち方よ、落ち方よ、自由か。あ、頭なかった。あれでもダメージ受けすぎて立ち上がれなくなったか、とうとう。あー、起き上がってきた。あれ、ジャイアン、あ、ジャイアン、はい、オッケー、貫き。あら、3発か、珍しい。よし、じゃあ、これもで、あと、そうなんだよな。こっちガチャコーンってしといて、ピーピーって。で、腰見てて、腰。なんかエロくない？腰。あ、違うな。今ダメだな。今普通だな。今違うな、普通だな。体力満タンの時に腰つきちゃダメっぽいな。ちょっと体力満タンの時の、あの腰つきを見せればと思います。これで奴は一生永遠に起き上がることができない。あれなんだよな、普通のハンドガンを使うよりもこのまあ弾が細かいのか足すごい切れやすいよね。まあ生きてるんじゃね、やっぱり。ちょっとなんかあれだね、一切さゾンちゃんこっち向けないからさ、なんかあの何が起きてるかわかんないけどとりあえずダメージ受けちゃってるみたいな感じになってるよね。えだ、なり、いだ、なれ、バッバッ。さてと、次進みたいんだけど、とりあえずね、アイテム整理をしておかないと、あの、アイテムがいっぱい今回手に入るところに次行かなきゃいけない。あー、一応、捕まった時のあれも用意しておけばいいのかな。間違えてるよ、違うよ、あった。そう、とりあえずこいつら、こいつをね、あの組み合わせておかないと。そう、あの一応マグナム級のレベルの武器になるから、強化して、あの強化弾をぶち込めるようになると、だからあの一応 G3 あたりで使おうかなとは思ってる。 OK、 じゃあ、続いて、まあ、ここ1個あれ十分か、目のダメージ食らう程度だったらまあなんとかなるから、まあ、クリア表編みたいなの奇跡のかわしができればいいんだけど、そうはいかの。危ない。あれ、ちょっと待って、こんなアイテムだっていいのか。まあいいや。で、あー、そっか、どっちから行くべきか。いやでもそうだな、あっちから行くべきだなってなったら、あれどっかでサイド、いや違うな、ないよな。もうなんか最近ずっとこれをやってるはずなのに、もうなんかいろいろとてんやわんやになってるな。まあ、あの普通に多分マシンガンの弾とハンドガンの弾はあのきっとアイテムずつ消費されていくと思うから、そうなれば空きスペースがね、トータルで4つになるんで、トータルで4つになれば問題はないというところですね。この上から眺めた段階でまだわからない。あ、そっか、これ取っちゃわなきゃいけないのか。ちょっと一旦却下。別に、まあ今回取っても取らなくてもいけるようなパターンでいけるからね。よし。あ、ここまで。君やる。うん、そうだよ。気味悪い。あ、はい。君生きてたんだ。はい。寝て、はい、おやすみ、オッケー。あれ全然の、ちょっと待って、全然登る、あ、ノート。これ生きてる？オッケー。で、グリーンハーブか、どうしようか。今取っちゃうと、スペースがなくなるから、こっち進んでいって、よっしゃ、オッケー。で、しゃ、うわー、ベーコンハムソーセージ。で、チュッ、オッケー。逃げる。
こう上がってきてる瞬間で、結構左から来るから今のうちに左、左側でそってなるのね、だよね。とりあえず1個上げる。はい、刃が痛い。下からくぐり抜けるってすごいお上手だよね。じゃあ進んでいって、え、ちょっと待って、お前いんのかよ。聞いてない聞いてない。ちょ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 、痛い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 。え、待って、お前いたの？やばいじゃん。万が一掴まれた時考え、急げ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 。ちょっとベーコンハムソーセージチェック以外にいるのかよ。聞いてねー聞いてねー聞いてねー。めっちゃ後ろから来てるし、二人仲良く沈んでいくし、仲いいね。あ、ちょっと、あ、ちょ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 、はい、登ってる登ってる登ってこれなんかこいつ、あ、登ってきた登ってきた。あ、ベーコンハム、ベーコンハム、あ、おーおーおー、お前というやつは、お前というやつは、オッケー、よし、沈んだ。あ、ちょっと余計にパッと使いすぎたかもしんねえな。まだ奥で確か出てくるもんな。オッケー、よし、じゃあこのまま入っていきましょう。オッケー。まあ、あの、計算通りアイテムスロットがどんどん空いてってるんで、まあそれはそれでいいかなという、まあ結果オーライでザンス。はい、じゃあ続き、沿道上、これ今取っちゃって大丈夫だな。とりあえず4つあれば欲しいアイテムは手に入ると思うんだけど、めちゃめちゃ空いたな、アイテムスペース。なんか酔っ払いが寝てるよ、酔っ払いの引っかかり方よ、ほんと。で、こっちに行って、どうしといてからの、あいつ生きてんだよな。なんで裏になったらいいの、あれあれあれ、頭があの完全になんだっけ、地面になんか陥没してってたけど、いいのそれで。おいおいおい、多分ね、本来のマシンガンの使い方じゃねえんだよ、これは。生きてるよねー、ですよねー。あなたが9発程度でお亡くなりになるなんて考えにくいもの。まだ生きてるよねー。で、あ、死んだ。え、こいつは、あ、本当にあれなんだ、寝てるんだ。へえ、まあ、とりあえず上のアイテムを取ってしまって、降ります。降りたら多分こそだよね。違う、これ今取っちゃダメで、ここで、はい、こいつの使いどころなんだよな。うまいこと使えなかったからな。あ、ちょ、なんで取ってないの、取りましょう。そう、表編の時うまいことこいつ使わないままに終わっちゃったから、こいつなんかどうやって使っていくべきかっていうのをちょっとね、考えなきゃいけないかなと思うんだけど、こっち来てない。あ、なんかめっちゃ暗くなってない？気のせい。おお、どうしようかな、こいつ。なんか倒すのかわいそうだしな。本当はここに閉じ込めておきたいんだけど、そこまで行くのめんどくさいしな。で、ここでクイーン。クイーンゼノビア。クイーンディード。クイーン、なんだっけ、クイーンなんとか。よし。で、どこ行った？あ、めんどくせえ。めんどくせえ。これ、あれ、獅子もがいた場合ってどうなるんだったっけな。ちょっとあんまり覚えてない。これ、こっち行って、おうおう。片足ジャンプ。ぴょんって来たね。で、でもそれのおかげで、あの、道スペースが空いたんで、よし、じゃあこれ戻っていって、えい、戻ろう。いい具合に進めることができたから、一旦戻ってね、そこでセーブして終わろう。これじゃアイテムを貯めてしまうとね、またね、次回収しなきゃいけないアイテムとかがね、ちょっとまとめてできなくなっちゃう可能性があるんで、これは今敵がいないザンス？あ、出てこない。なんかすごい珍しいよね。ここなんか敵がわーって出てきてもおかしくないザマスなのに。まあ、ありがたいありがたい。オッケー。表編の時もクリアだった。いいね。よし、なんかあの近づいて走ってきてるやつがいるんで、後ろバック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 からするんだ。その気持ちはわかるけど、だーん、残念。よし、じゃあ、また本拠地に戻って、一旦セーブしてね、本パートね、終了としておきたいと
ます。いい感じで進めたんじゃないですか今回はね。まあ、ちょっと引っかかって無駄なダメージを受けたっていうのはなんかあるかもしれないけど、そんなことは気にしちゃ負けっぽよ。はい。よしよし。いやーなんかサクサクなのか、そういうこと言っちゃダメだね。サクサクなのかって言った瞬間に引っかかってんだもんな。まああるあるということでね。よし、じゃあカチャコン。あ、なんかびっくりした。今なんかスパークショットのあの手持ちのところがなんかゾンビの手みたいに見えちゃった。ドキッとしたわ。じゃあしばらくはマシンガンの旅で進んでいこうかね。よし。じゃあね、この辺り区切りがいいので、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押して応援で終わってもらえたらというふうに思います。ということでね、まあ、次回は、ちょっと地下の上の方戻っていってね、最後のアイテム回収して終わりにしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。どうも。では、バイバイ。